今日のたまらん食材は餃子ニンニク。袴を剥いていく。手で剥いてもいいし、こんな風にペーパーを使って剥いてもいいよね。軸を少し切り落とし、細かく刻み込む。とにかく刻み込む。みりんと酒を煮切る。やけどには注意してね。醤油を加える。沸騰寸前で火から上げ、熱いうちに餃子ニンニクにかける。平らにならしてラップを落とし、1時間置く。その間にお作りを仕立てていこう。さて様子はどうだい？いただきます。まずは1時間漬けたもの、それからこっちは1週間漬けたもの。フレッシュ感の違いや円熟味が増したうまさの違い、これこそが食べ比べの醍醐味であり、エンジョイポイントであり、さらにはたまらん秘訣なんだよね。じゃあ俺全チョイ。